久しぶりだな。また会えて嬉しい。生命だ。さあ、私と共に戦ってくれ。あ、琥珀のお手入れしてあげなきゃ。皆さん、こんにちは。カグラよ。カグラ様、ありがとうございます。琥珀はお手入れが大好きです。あ、挨拶するのを忘れました。陰陽師の皆様、こんにちは。琥珀です。犬ではなく、狐ですよ。強運の持ち主といえば私のことだろう。私は都で名を轟かせた阿部の生命だぞ。でも生命様、最近の琥珀もついていますよ。願い事が全部叶ったくらい運が強いのです。うん、嘘はついちゃダメだよ。欲しかった式神と契約を結べなかったのは一体誰だったのかな。エマの話をしているのではありませんか。エマとは何のことだ。私は昨日の平安京歌読み大会のことを言っている。勝ち取った商品がちょうど欲しかったものだったのだ。え、強運の持ち主は誰と聞かれたから式神召喚の話をしているんじゃないの。この二人一体何を言ってるの。式神は存在そのものが尊い。琥珀は天界でその方を見たことがあります。簡単すぎる。正解は気高い天人一族の王太釈天だ。琥珀にとって一番危険な存在です。暗雲が垂れ込める場所に姿を現す存在だ。分かった、正解はヤマタノオロチ。うん、艶のある美しい髪の持ち主だな。しかも美しさへのこだわりは誰にも負けない。答えが分かりました。エンエンダ様でしょう。美しい髪の持ち主が必ずしも女性とは限らないのに。生命様の真似をするのですか。琥珀、油揚げは好きなだけ買ってよいぞ。違う、生命はそんなこと言わないよ。楽しい時が過ぎるのは早い。いかなる時も今のように世が平穏であるといいな。そうね。一つ提案がある。一緒に5周年記念祭りに参加しよう。ではここは次の客人に任せて、僕たちは一足先に向かいましょう。三条つかまつった、我こそが大天狗なり。雪が降る音に耳を傾けて。仲間との付き合い、特に気にしていない。黒生命様の背中についていけば私たちは道に迷うことはない。黒生命様がいれば十分や。大義をなすために迷いはあってはならぬ。我が望みは黒生命様の力になり、この世に新たな秩序をもたらすことだ。仲間との付き合い、気にしたことはないな。我をなめるな。タブーとやらを口にするわけがなかろう。そういえば容器に触れた雪童子は空中に浮くことができると昔賜物前から聞いたことがある。しかし暴風を支配する翼がなければ受けたところで一人前とは言えんな。彼岸花のことかな。彼女じゃないみたいね。宙に浮いている式神、雪女、お前もそうじゃないか。お
面白いことを言うわね。もしかしたら花鳥風月、彼女も宙に浮いているわよね。ふん、その名も安全のようだな。あとは誰だ。青アンドンは違うか。もしわかったかもしれん。ホウテング、何かわかったの？賑やかな場所にいると春の息吹に包まれているかのように暖かくなる。あの頃の生命様もここにいればよかったのに。そろそろ次の客人が来る。ちょうどよかった。我はここで失礼する。黒生命様がご用意くださった飴が我の帰りを待っているのでな。心に問いかければおのずと真実が見えてきます。皆さんごきげんよう。花鳥風月です。仮面をかぶったあなたが私なら私は誰？皆さんお久しぶり。面霊記よ。花鳥風月さんは美しくて優しい。まるで絵巻の中の仙女さんみたい。面霊記ちゃんはお世辞がお上手ですね。面霊記ちゃんに対する印象は可愛くて神秘的で、それとお二人ともよく似ていますよね。超風月さん、私とクロはよくある遊びをするの。何の遊びか知ってる？面霊記ちゃんは本当に可愛いですね。もしかしてかくれんぼですか？かくれんぼか。ガオー！それは仮面をつける遊びよ。人間たちもよく遊んでいるみたい。面白い仮面をつけると、たとえ辛いことがあっても自分も相手も笑顔になれるの。ほらクロ、今の私は誰？これは狂言のようなものでしょうか？やっぱり私には無理。大丈夫大丈夫。次は私の番ですね。面霊記ちゃん、一つ問題を出してもいいですか？もちろんいいよ。元気なのはいいことだ。噂によると陰陽師の間でみゆきだるまがある愛称で呼ばれています。それがどのような愛称かご存知ですか？いつもふらふら揺れているあのだるまさん、もしかしてそのまま起き上がりこぼしなのかな？違います。それはだるまの色とある食べ物のお名前を組み合わせた愛称です。青、白、赤などいろんな色があります。いろんな色がある食べ物なの？おいしそう。いろんな色があるなら和菓子のことか？黒い和菓子も珍しくないだろう。黒い和菓子？甘いの？食べてみたい。この問題は難しすぎたようですね。でも気にしなくて大丈夫です。お二人ともよく頑張りましたね。それに可愛かったです。いつの間にかお別れの時が訪れました。このように笑ったのは久しぶりです。それではうつつで再会しましょう。あ、足音が聞こえた。そういえば次のお客さんは誰なの？源家の繁栄のために命を捧げた源の頼光だ。俺は天下の悪鬼を貫く刀
おにぎりだ。俺様の名を知らぬ者などこの世にいない。ああ、知らないだと。酒呑童子だ、覚えとけ。驚嘆せよ、この茨城童子の強さに。人間とは面白い生き物だ。久しぶり、ヤマタノオロチだ。時が経つのは早いな。5周年を迎えたのか。実にめでたいことだ。それより、なぜこいつがここにいるのだ。5周年記念祭りか。なかなか面白そうだと思ってな。理由などどうでもいい。ここで決着をつけよう。私は興味があるが。言うまでもない、仲間集めのためだ。都に災難をもたらすのは面白いと思わないか。悪者になれということか。くだらねえ。それより酒を飲もうじゃねえか。実に面白い提案だ。悪者を集めて悪者だけの宴を開こうか。いや、悪者は叩き潰す方が性に合う。私の強さに驚嘆せよ、雑魚どもが。真の悪者かどうかは見た目ではなく覚悟があるかどうかで判断するのだ。そういうお前は間違いなく相当の覚悟を持っている悪者だな。私の仲間になる覚悟はできているか。何を言ってるか全くわからねえな。俺様の前で調子に乗るんじゃねえぞ。よく言った、さすが我が友だ。その前に俺と勝負しろ。世の中がどんなに不穏であろうとも、おにぎりの修復が最優先だ。猫を褒めるだけなら造作もない。俺様が聞いた話だと、こいつは鈴を好む上に大食いだそうだ。面白い。酒はどうだ。今度大江山に来い、酒を飲ませてやる。おう。この猫は若雪より大食いなのだろうか。褒めなければならぬのか。何があろうと煮干しを諦めないその根性は称賛に値する。見た目は普通の猫だが、甘く見てはいけない。こいつはなかなかの手だれだったらしい。だがいくら強くても我が友には勝てるわけがない。機会があればぜひ一度手合わせしたいものだ。好敵手として認めてやったぞ。何やら懐かしい。あの墓守の息吹がのんきに猫として生きているとは。猫も人間も実に面白い。墓守の息吹は猫になっても陰陽師に力を貸してくれている。大義をなすために尽力してくれているのだな。投票の時間か。酒呑童子の言動はいささか不自然だったように思うが。そうだな。我が友であるはずがない。これはきっとヤマタノオロチの罠だ。酒呑童子、お前はなかなか見どころがあるな。くだらないことを言うな。ヤマタノオロチ、お前が一番わかってるだろう。何があろうと私は我が友を支える。ただの記念祭りだろう。気にすることはねえ。俺様は悪者とやらにはならねえよ。悪者の真似をしろというのか。はあはあはあ、俺様は必ず戻ってきてみせる。覚えてろ。
我が友よ、祭りはこれで終わりか。俺様はそうは思えねえな。宴はお開きになるが、祭りはまだまだ続くぞ。うん、せっかくの祭りだ、楽しまなければ。都は実に賑やかだな。面白い。皆さんこんにちは、阿部の生命役をやらせていただいております杉山紀明です。陰陽師5周年ということでおめでとうございます。5周年ということですごいですね。あっという間だったなという感があるんですが、でもその間に結構いろいろな、セリフ取らせていただいたり、シナリオ取らせていただいたりして、とても僕的にも楽しく有意義な時間を過ごさせていただいております。結構いろんなところでゲームの生命やられてますよねみたいなことを言っていただいたりして、あ、そうなんですみたいな感じで、もうね、結構経つので、なんでしょう、遊んでくださってる方も結構いたりとか、あと海外の方が結構遊んでくださっているのも嬉しいですし、なんか嬉しいですね。そういう風になんか長く続く作品に関わらせていただけてとても嬉しいなと感じております。これからもですね、きっと陰陽師新しいコンテンツ、これ言うとなんか僕怒られちゃうかもしれないんですけど、きっと皆様の声が大きければ新しいなんかね、情報とかコンテンツとか追加されていくんじゃないかなと、思っていますので、ぜひぜひこれからも陰陽師の、世界作品を応援していただけたら嬉しいなと思っております。僕もこれからも引き続き生命頑張って演じていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは、神楽役の釘宮理恵です。陰陽師5周年おめでとうございます。これからも応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、琥珀役の大谷育恵です。陰陽師5周年おめでとうございます。あれ5年、え、もう5年、はあ、時が経つのは早いですね。この分だとあっという間ですよ。来年もお祭りあるかな、あったらいいな。また皆さんとお祝いできたら嬉しいです。これからもコアックと一緒に生命様についていきましょう。皆さんこんにちは、花鳥風月役の早見沙織です。陰陽師5周年おめでとうございます。これからもぜひぜひ花鳥風月を可愛がってください。皆さんこんにちは、年齢気役の花澤香菜です。陰陽師5周年おめでとうございます。これからどんな式神が登場するのか、ぜひぜひ楽しみにしていてください。私もシロちゃんとクロちゃん演じるのすごく楽しいです。年齢気と一緒に都を見守りましょう。皆さんこんにちは、大天狗の声優を担当しております前野智明です。いつも陰陽師の応援本当にありがとうございます。皆様の応援のおかげで陰陽師5周年を迎えることができました。そして陰陽師5周年誠におめでとうございます。今年のお祭りもたくさんたくさん楽しんでください。これからも引き続き、陰陽師の応援どうぞよろしくお願いいたします。そして大天狗も引き続き可愛がってあげてください。ではまたお会いしましょう。さらばだ。皆さんこんにちは、雪女役の諏訪彩香です。陰陽師5周年おめでとうございます。今年の祭りもみんなで盛り上げていきましょう。皆さんこんにちは、源の頼光役の森川俊之です。源の頼光役の森川俊之です。大事なことは2度言います。さて陰陽師5周年おめでとうございます。今年もですね、いろんな新しい式神が登場しましたね。これからの陰陽師はどういう風に発展していくのか、皆さん楽しみにしていてください。はい、どうも、皆さんこんにちは、おにぎり役の鳥海浩介です。陰陽師
ね、5周年ということでね、本当におめでとうございますね。これもひとえにですね、日頃応援してくださる皆様のおかげでございますね。はい、ということでですね、これからもね、陰陽師いろいろな展開がまだまだあると思いますのでね、皆様ぜひぜひ引き続きですね、陰陽師そしておにぎりの方もですね、応援していただければと思います。ではまたどこかでお会いできたらと思います。バイバーイ。皆さんこんにちは、酒呑童子役の坂口周平です。陰陽師5周年おめでとうございます。そして世界中の陰陽師の皆さん、本当にありがとうございます。この陰陽師というゲーム、5年間も続けることができたのは、ひとえに皆さんのおかげだと思っております。とはいえまだまだ酔いの口よ。これからも続けていくからよろしくな。それでは坂口周平でした。皆さんこんにちは、茨城童子役の福山潤です。いやー、早いもので陰陽師5周年誠におめでとうございます。いやー、茨城童子とも長い付き合いになってきましたね。いやもう本当にですね、やるたびにですね、だんだんこう派手になっていくと言いますか、我が友への思いが溢れているという、こういう茨城童子を演じていて大変楽しい思いをしております。なのでこれからもぜひ皆さん、茨城童子よろしく、陰陽師も応援よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ヤマタノオロチ役の宮野守です。陰陽師5周年おめでとうございます。皆さんと一緒に5周年のお祝いができて嬉しいです。これからも陰陽師をよろしくお願いします。